もう回はい、やってきました、はい、エクストリーム YouTube チャンネル、はい、今回はですね、はい、ちょっとスクータースノーボードを紹介していこうかなと思います。スクーターです。小笠製の小笠製のあのエクストリームライダーのバンクドめっちゃ速い、はい、曽根田君のね、そう、曽根田パイセンが、はいはいはい、乗ってるボードなんですけど、はい、ちょっとね面白いのでちょっと説明してい きたいなと思うんですけど、うん、あのまあ説明していきたいポイントは、はい、まずスクーターっていうあのボードはどうやって乗ればいいのかっていうもの、まあ、コンセプトですね、ブランドのコンセプトと、うん、あとちょっとサイドカーブの話と、はい、あとはちょっと一番ここが重要なんですけど、あのプレート、プレート、プレートっていうのは、はい、あの小笠の板とかって、あのこのインサートの下にグラスプレートが入ってるんですね、うん、カタログとか見てもらうとなんか PC、小笠だと PC プレートとかっていう風に、はいはい、ここの中にプレートが入ってるんですけど、スクーターもグラスプレートっていうのがこの中に入ってるので、その違いとかをちょっと説明していきたいなと思います。はい、はい、じゃあまず最初に紹介していくのがこのデイライフになります。デイライフ、あのスクーターといえば、うん、もうデイライフですから。デイライフですね、はい、もうスクーター乗るなら、うん、もう最初はデイライフかなと思うんですけど、本当にオールラウンドの、そうです、あの、うん、もう約28年間テストしてきて、あの開発してきたモデルになりますね、はい、なるほど。一番、まあ、スクーターの中では割とオールラウンド、うん、まあ、カービングとかフリーライド、まあ、パウダーまでいけるようなボードになってるんですけ ど、うんうん、なるほど。このボードはサイドカーブが 3R、うん、だから3個トリプルサイドカーブっていうことなんですけど、うん、同じ円で描いてなくて、うん、ノーズとテールがちょっと小さめの R を刻むことによって、うん、操作性がすごい高い、だから結構クイックに動ける、だけど真ん中は大きいカーブがあるので、はい、板がしっかりたわんだ時にやっぱグリップしてくれるっていうのがあると思います。なるほど。でさっき言ったそのプレートの話なんですけど、うん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 、この中に入ってるのはミニマムプレートっていうプレートが入ってるんですね。それは何かっていうと、ミニマムって名前の通り本当最小限のプレートなんですよ。 なのでちっちゃいんですね、はいはい、だからビンディングのベースプレートの本当真下だけをカバーしてくるような、うん、あーそういうことね、ボード、なるほど。もう本当足元だけ、足元だけの最小限のところだけ、はいはいはい、結局プレートを入れてしまうとなんかやっぱ阻害されてしまって、うん、やっぱ動きづらくなる。で大きくするとそれだけやっぱ重たくもなっちゃう。それだけこうなんか自然なナチュラルなフレックスが得られるっていう感じ。そういうことですね、あー、はい、でっていうのが、まあ、特徴的。これはかなりオールラウンドに乗れてくるようなボードなので、カービングもしたいし、地形でも遊びたいし、パウダーも行きたいとかだったらこれ1本で全然できちゃうと思います。はい、で次に行きたいのがこのデイライフスラスターになります、はい、デイライフスラスターは3年前ぐらいですかね、ちょっとフルモデルチェンジしましたね。もともとローキャンバーだったんですけど、うん、S キャンバー、いわゆるノーズロッカーがあって、はい、キャンバーが始まってる。でさっきのは 3R だったじゃないですか、うん、これは 2R です。ここに大きめのカーブがあって、はい、テールにちっちゃい R があるんで、後ろに乗った時のクイック性がすごくある。なるほど。例えばツリーランに行った時、この間ドッグウォーク説明したじゃないですか、あんなイメージです。なるほど。あそこまでこうクイックにこう機動力が高いってわけじゃないんですけど、これも後ろに乗る、ちょっとねムーンテールになってるので、あ本当ですね、はい、なんかライダー の乗った感想だと、ちょっと短めを選んだ方がいいと思うっていうのがありました。多分今まで56とか乗ってた人とかは、うん、あえて53とかちょっと短めにチョイスするといいのかなと思います。なるほど。なんかやっぱりノーマルのデイライフよりも全体的にちょっとワイドなイメージですね、はい、ちょっとよりパウダーな感じで、はい、フリーライド、こっちはどちらかとしたら、まあ、カービングだとしたら、うん、ちょっとこっちはどちらかとしたらフリーライド、なるほど、まあ、クルージングボードっていうような感じ。
これに入ってるのもミニマムプレートです、ね、なるほど、はい、最低限の、ね、最低限の。でさっきちょっと言い忘れてたんですけど、うん、デイライフはちなみにコンベックスの、X ストラクチャー仕上げなので、あまり難しすぎて分かんない。あ、本当ですか。コンベックスっていうのは、うん、ここがこう船底みたいに盛り上がってますよっていう。コンベックスソールで、でかつ X ストラクチャーが、いわゆるバッテンストラクチャー、クロスストラクチャーみたいな、クロスストラクチャーですね、はい、だと思います。仕上げがすごい、ね、こっちはコンベックス仕上げのサンディング仕上げなんで、うん、ストラクチャーは入ってないっていうような形になりますね。あ、なるほどなるほど、はい、ストラクチャー入ってるとね、春調子いいっすね。うんですね、はい。で次紹介するのがマックスになります。これがあれですね、ソネタさんが乗ってるモデルです ね、 ね、バンク度早いよね。そうです。でこの153cm、これ 153cm なんですけど、うんうん、これがニューシェイプです。これが新しいサイズです。なるほどなるほど。でこのモデルもさっき最初に紹介したデイライフと同じ、3R になってます。 なのでノーズがちっちゃくて大きくてちっちゃいのであります。でこれ見てもらうとすごい、まあ、ノーズの方が長くてテールの方が短いと思うんですけど、セッションに対してはセットバックゼロ、うん、なるほど。なんで結構ツインみたいな感じで乗れちゃうっていうのが特徴的なボードになります。ソネタ君ダックスタンスで乗ってる。いや、ソネタさんのアングルやばいですから ねマイナス15ですから ね俺それさん取り付けてしときますね。アングルなんですかね、マイナス15点。みたいな、ね。すごいよね。そうす。これだからダックで乗れるのね。そうす。セットバックで。そうです。そうです。でこれで全然ソネタさん結構ナチュラルのバンバン飛んでいくじゃないですか。結構ソネタさんってデイライフスラスターとかも乗ってると思うんですけど、ね、結構マックス率の方が高いと思います。ちょっと硬いですもんね。硬いです。デイライフとスラスターよりもちょっと硬いですもんね。結構フレックス順に並べると、うん、多分こうなりますね。スラスターの方が柔らかくてデイライフちょっと硬くてマックスはもっと硬いっていうような。だからマックスは結構ハードな動きする人とかにはすごいおすすめな板なんですよ、うん、でさっき言ったミニマムプレートってあるじゃないですか。ミニマムプレートって最小限のプロテクションしかカバーできてないんですよ、うん、だからこういうマックスとかにミニマムプレートを入れちゃうと、うん、結構板がこうやっぱ負荷がかかっちゃって縦割れとかしちゃうらしいんですけど、そのために新しく開発されたのが EXT プレートっていう。エクストリームプレート。あー絶対言うと思います。それは違うらしいです。EXT プレートっていうプレートで、だから結局もっとプロテクションを大きくしたいんで、このプレートを大きくすればいいっていう感じになるじゃないですか、はい、結局負荷がかかっちゃうんでって、はいはい、そうしちゃうと余計縦割りを起こすらしいんですよ。そうしないように EXT プレートはもうちょっとこうミニマムプレートよりは角がついて大きいんですけど、こうちょっとここにスリットを入れてるんですね。ちょっと H 型みたいな感じでこう入れることによって動いてくれる、なるほど、っていうような感じで、ちょっとミニマムプレートよりかは大きい EXT プレートっていうのを入れてるみたいです。ちょっと足元を強化させて、そうですね、ハードに乗るスネタ君みたいな人は板を壊さないっていうことね。そういうことです。なるほどなるほど。そうなんですよ。でこれあすごいなって思ったのがもう一個あって、うん、ちょっとブランドコンセプトなんですけど、うん、結構小笠とか乗ってる人とか、まあ、カービングボード乗ってる人とかって結構板を立てるっていう動きをするじゃないですか、うんうんうん、カービングするなら板を立てるっていうじゃないですか。これは板を立てないで荷重して乗ってくださいねっていうボードがまさにスクーターのコンセプトらしいんですよ。なるほど。なんで本当に何て言うんですか、本当膝を曲げての荷重、うんうん、そうすることによってパウダーでも茶葉雪でもどんな場面でも楽しく気持ちよくカービングができるっていうのがスクーターのコンセプトっていうわけですね。なるほどなるほど。本当だから本当ドシンプルなんですよね。やっぱり今の板ってこう板をこう立ててたわめていくっていうのがあるんですけど、これは板を立てずに荷重だけで曲がれますよっていうようなボードなんで、逆に言えば上級者が乗ってももちろんいいと思うんですけど、ちょっと初級者から中級者に上がってこれからちょっとフリーライドで気持ちよくカービングしたいなっていう人とかはめっちゃいいと思います。なるほど。動きがですかシンプルなので。そうだね。だから逆にこう板を立てるとかっていう考えの人とかだと逆にちょっと乗るの難しいのかなともちょっと思っちゃいますね、はい、強引に板立てて攻めていくような人よりはもうちょっとナチュラルな感じ。いやまあもうほんとチルな感じなんで、スクーターはもう大人のコン、はい
国産ボードなので、大人な滑りしたい人とかはすごくいいかなと思います。ね、グラフィックももうなんか真っ黒と真っ白みたいな、そうです、ね、超シンプルですもんね。シンプル、ね。なんか吉井さんも前あのグランドマックス乗ってましたよね。グランマックス、ね。あ、グランマックス、うん。これの長いやつですね。そうそう、これの167センチ。167。乗ってましたよね。めっちゃ調子良かったっす、ね。167なんだけどすごい軽くて、そう大好きでした。ちなみにこれもコンベックス仕上げの、うん。クロスストラクチャーですね、もう入ってます。なるほど、じゃあもう春先まで、春先まで縛ってるところまで攻めれるわけですね。攻めれますね。バンクド多分めっちゃ調子いいなってカタログ見てて思いました ね、 そうだね。曽根田くんとかの追い取りとかしてるとどんどん置いていかれるからね。そうそう、マジで早いです。結構自分とかも結構待つ側だったんですよ、うん、いろんな人と滑りって、うん、追いかける側だったんで、ね、すごいよね、本当、ね、疲れます。めっちゃ早いよ、ね、はい、もう朝の2時間でお腹いっぱいになっちゃいます、うん、一緒に滑ってると。でもなんか今そういう説明聞くと曽根田君ってなんか立てるっていうよりもなんか踏むって感じですよね。滑ってるだから、ね、だからマイナス15のダックスタンスいいんですよ。なるほどね。あのスタンスだからやっぱ乗れるんですよね。確かに。だからこれはもう前振りじゃなくてダックで乗ってくださいってことですね。そうですね、はい、もうゼロかダック。なるほどなるほど。でっていう感じですね。っていうようなのが、まあ、スクーターの今回紹介したデイライフスラスター、はい、デイライフマックスのこの3種類でした。デイライフすごいシンプルなんですけど、いろいろ詰まった小笠原工場の、まあ、小笠原とはまたちょっと違う乗り味なの で、 そうです、ね、ぜひ乗っていただきたい。もう小笠原スクーターのメンバーも全部個性バラバラなので、なるほど、3ブランド本当乗っても全然新しいスノーボードができると思います。なるほどね、はい、ドッグウォークとシーケンシャルもすごいおすすめですので、ですね、はいはい、じゃあこんな感じで今日は終わりにしようと思います。ありがとうございます、はい。